中国では公務員ですら給料が止まっているようです。現在、中国では公務員ですら給料が減ったり、未払いが続いています。公務員は福利厚生が厚く安定した職業として有名ですが、中国ではその公務員ですら給料がもらえない事態になってしまっているようです。不動産バブルの崩壊、地政学的リスクの高まりなどによって経済が右肩下がり状態の中国。あまりにも苦しい状態すぎて、公務員すら給料がもらえないとあちこちから悲鳴が上がっています。先日も朝日新聞で中国の市営公園で働いている公務員の話題が取り上げられたばかり。せっかく高い倍率を勝ち抜いて公務員になっても給料がもらえないなんてとんでもない事態ですよね。というわけで、今回は経済の悪化が止まらない中国公務員すら給料がもらえない件について、またその話題に関する話や海外の反応も合わせてご紹介しますので、最後まで楽しんでください。それでは行ってみましょう。早速ですが、先ほど冒頭でちらっと紹介した市営公園で働いている公務員の話からご紹介していきたいと思います。今回朝日新聞で取り上げられたのは、中国の市営公園で働く動物の飼育員さんの話題でした。該当の記事によれば、我々はもう半年も給料をもらっていない。動物の餌は尽きてしまった。間もなく飢えてしまうことだろうとのこと。公務員ですら半年も給料がもらえていない。しかも半年ももらえていないのに働いているというのに驚きです。給料がもらえなくても自分たちが動物の世話をしなければ動物たちは生きていけない。だから給料がもらえなくても仕事から逃げられない。そういう責任感から飼育員の方たちが身を削ってでも働いている姿が目に浮かぶようです。おまけに記事によれば、給料がもらえていないのはその公園の飼育員たちだけではなく、同じ地域の派出所の警官たちもなんだとか。これでも今の中国で起きている惨状のほんの一部に過ぎないというのですから驚きです。では実際今中国の公務員たちの給料がどうなっているかというと、河南省では平均 25-50% 減、北京や天津など大都市ですら 20% 減。中国で最も裕福な都市として有名な浙江省、広東省の公務員所得でさえ 25% 減という状況。河南省で調査を行ったというある研究員は、現在の中国は完全にバブルが崩壊した時の状況だ。いや、むしろ日本のバブル崩壊時よりもひどい状況かもしれない。わずか半年の間で経済が突然悪化した。上海などの観光地でさえ店は19時半には閉まる。高速鉄道は混雑すぎて乗れないので常にほぼガラガラの状態。彼らは生活が苦しすぎて必要最低限のことにしかお金を落とす余裕がない。といったように中国の惨状を語りました。朝日新聞の記事で語られた中国の市営公園の公務員も、我々はもう半年も給料をもらっていないと言っていましたし、研究員の方が語った、わずか半年の間で経済が突然悪化したという発言とも時期が一致していますね。中国は半年前にバブルが崩壊して以来、一気に経済の悪化が進んでしまったようです。また天津市で働く公共バスの会社の公務員によるネットの投稿も中国で話題になりました。ではその投稿はどんなものだったかというと、我々は3ヶ月も給料をもらっていない。指導者の皆様、我々のような現場で働く人々はどうすればいいのでしょうといったような内容でした。中国ではネットの書き込みも検閲されているのにもかかわらず、そのような投稿をせざるを得ない。投稿主がどれだけ追い詰められているのかが伝わってくるような投稿ですよね。ですがこの投稿に対して中国共産党中央規律検査委員会が出した答えは非常に冷たいものでした。というのも、仕事の後にアルバイトをすればいいじゃないか、 Uber Eats のようなテイクアウトの配達員
タクシーの運転手などや利用はあるだろう。といったような胸の返答をしたのです。これは、要は、副業をしろ、と言っているようなもの。金が欲しけりゃ、別の手を使ってでも稼げ。なんて、あまりにも無責任すぎますよね。パンがなければ、お菓子を食べればいいじゃないという、マリー・アントワネットの発言を彷彿とさせます。どうして、こんなことになってしまったのでしょうか。そもそも公務員は、中国でも安定した職業として有名だったはず。ですが、今では、給料源や未払いなどの無法地帯。安定した職業だから、と、公務員を目指していた人々はどうなってしまうのでしょう。さて、次のトピックでは、公務員が中国の中でどんな立ち位置だったのかについて明らかにしていこうと思います。中国では、公務員を表す言葉として、こんな言葉があります。それは、ティエファンワンという言葉。この言葉は、食いはぐれのない職業という意味で、家族を養えるほどの安定を、鉄のように壊れないお椀に例えています。とは言っても、公務員の給与の水準は、地域や部署によって大きく変わってくるんですけどね。例えば、経済が発達した地域や中央政府の部署なら、高い給与がもらえます。実際、北京市政府系機関で働いている49歳の公務員によれば、年収は20万元、約410万円程度だそう。また、2019年の北京市の国家公務員の平均給与は、日本円で月収22万円前後だったそうです。ただし、これは高い方の給与なんです。というのも、遼寧省の国家公務員の平均給与は、月収で7万円ほどしかもらえません。同じ公務員でも3倍の差があるなんて驚きです。しかも、中国の公務員の給与は一般的企業よりも低い場合が多いと言われています。例えば、2019年の全国平均は公務員の月収が日本円で約15万円。対して、一般企業の月収は約20万円となっています。5万円も差があるの?と、驚く方も中にはいるかもしれません。ですが、中国の公務員は、給料以上にお得なことがたくさんあるため、一般企業よりも人気があるんです。では一体、どんなお得な特典があるかというと、手厚すぎる福利厚生が挙げられます。中国では公務員になると、社会保険や年金の控除がありません。しかも、それに加えて、退職後に高額の年金がもらえるというお得な要素があるんです。退職後にも安定した暮らしが約束されているなんて美味しいですよね。ですが、特典はそれだけではありません。なんと、安く住宅を購入できたり、子供を名門校へ優先的に入学させることができるという特典までついてくるのです。いわゆる縁故ってやつですね。そもそも、公務員は特に狭き門となっている中国では、学歴がものを言います。なので、親が公務員になることによって、子供も名門校に入学しやすい環境になれば、子供も公務員になりやすくなるというわけです。これは確かにティエファンワンですよね。ところが、これだけお得な特典が大量についてくるとなると、やはり人気にも影響します。そのため、公務員は中国では非常に狭き門となっており、本当に限られた、ごくわずかな人しかなることができない職業となっています。実際、2024年採用の公務員試験はとんでもない倍率だったことが分かっており、約3万9600人の採用枠に303万人が出願。出願数は3年間で倍増した結果、今年は過去最多となり、平均倍率は77倍となりました。凄まじい倍率ですね。ですが、この77倍という倍率はあくまで平均なんです。特に人気の高い税務、税関、消防、警察、鉄道の職種では倍率が6000倍ほどになっているものもありますからね。本当に狭き門というわけです。そういうこともあって、公務員試験は現代の科挙と呼ばれているんだとか。これだけの倍率の高さなら科挙と呼ばれるのにも納得です。ちなみに、中国の公務員人気が異常であることは、日本の公務員と比較するとわかりやすいかもしれません。それはなぜかというと、日本の公務員の平均倍率が7倍であるためです。
中国の倍率の10分の1ですね。しかし、この倍率になるのにも理由があります。それはなぜかというと、中国の公務員数と日本の公務員数には大きな差があるためです。日本の公務員の総数は約 332.5万人。ですが、中国の公務員の総数は約 716.7万人なんですね。日本の倍も公務員がいるのに、そんなに高い倍率になるの？と、中には思う方もいるかもしれません。ですが思い出してみてください。日本と中国は、そもそも人口の差がめちゃくちゃありますよね。日本の人口が2021年の時点で1億2570万人であったのに対して、中国の人口は14億1200万人もいるのです。これだけ人口差があるのにもかかわらず、公務員の総数は倍程度、あまりにも少なすぎると思いませんか？この人口に対して、あまりにも少なすぎる公務員の採用数が倍率の高さに拍車をかけているというわけです。さて、中国で公務員がどれだけ特別視されているかをここまでお伝えしてきました。しかし、公務員になればお金持ちになれるというのは中国では共通認識があるようなんです。でも、その理由は先ほど紹介したような輝かしいものばかりではありません。それはなぜかというと、中国の公務員は汚職が絶えない職種であるからです。いわゆる賄賂や横領の類ですね。国のために働くのではなく、自分の私腹を肥やすために公務員になる人も少なくはないというわけです。しかも、中には国家がやばくなったら逃げ出すために外国にいつでも行けるようパスポートを用意したり、資産を移している公務員も少なくないんだとか。国から逃げるために国のために働く、なんだかおかしな事態になってしまっているように思えてしまいますね。それから、これはさっきもちらっとお話ししましたが、自分たちの私腹を肥やすために縁故採用や優遇も常日頃から行われています。要は、身内同士で国のお金を使ってお金を稼げる状態を作り出しているというわけです。そりゃ安定した職業と呼ばれるわけですね。半分くらい皮肉も入ってそうですけど。ですが、これでも八公規定と呼ばれる習近平国家主席が汚職の撲滅を進めたことで減少傾向にはなっているようです。国営の新華社通信によれば、去年10月までに当局が対処した汚職は128万件余りだったと伝えています。それだけの公務員の汚職があったなんて驚きですね。ですが、これは件数であって人数ではありません。では、人数はどうだったかというと、年によっては18585人も汚職関連の犯罪で捕まっているんです。1年でそれだけ捕まったなんてとんでもない人数ですよね。1日換算で20人を超えてしまっています。本当に信じられないほどの凄まじい数です。でも、先ほどもお話しした通り、これでも減ってきてはいるんです。世界の汚職を監視する非政府組織 NGO であるトランスペアレンシーインターナショナルが180カ国を対象に行った調査汚職指数にもそれは現れています。この調査は国際機関やシンクタンクのデータをもとに100点満点で数値化して清潔度としてデータ化しているのですが、2023年の中国は42点で76位でした。全体から見るとそんなに低くもないですよね。ちなみに、1位のデンマークで90点、我が国日本はベルギー、ウルグアイと並ぶ73点で16位でした。こうしてみると、日本は結構汚職は少ない方のようですね。さて、少し話が脱線しましたが、そろそろ本題に戻りましょう。中国の中で公務員による汚職のイメージが強いのには、過去に起訴された公務員のやらかしによるものが大きいのかもしれません。例えば、歴代トップレベルのやらかしをしでかしたことで知られる大手国有企業の中国下流資産管理の頼元会長のやらかし。彼は収賄、汚職だけではなく重婚の罪まで犯したことで知られています。やらかしすぎだろと思わずツッコミを入れたくもなりますが、収賄金額を聞いたら開いた口が塞がらなくなるかもしれません。では、その気になる賄賂額ですが、なんと日本円で275億円。しかも、
その内訳もとんでもないものでした。彼の自宅にあったのは3トンの現金、黄金、高級車、高級腕時計、絵画など金銀財宝のお宝の山。しかもそれに加えて100人もの愛人まで抱えていたというのです。これが数世紀前なら納得のいく話ですが、現代で起きたというのですから驚きです。いや、驚き通り越してドン引きですね。しかも彼は会社の幹部を身内で固め、10年間もの間中国の銀行業などの数々の要職を務めてきたんだそう。それも不良債権を処理するのが主な彼の仕事で、証券、信託、投資、銀行、先物取引などの子会社まで設立。要はお金を動かしやすい位置にずっといたわけです。そんな位置で邪魔者もいない状況、彼はやりたい放題してしまいました。職権を乱用しまくり、愛人を幹部にし、金品を受け取り、私腹を肥やしまくったわけです。その結果2021年に捕まって極刑へ。欲に溺れ、自分の身まで滅ぼしてしまいました。国の金に手をつけて好き勝手したのですから、当然の結果ですね。頼元会長のやらかしは極端な例かもしれませんが、格は違えど中国では日常的にこのようなことが128万件以上も起きていたのです。今は習近平国家主席が目を光らせてますから、ここまでのレベルのやらかしはできないでしょうけど、公務員になろうと野心を持っている人の中にはこういう下心のある人もいるのかもしれませんね。なぜここまでバレなかったのか不思議でしょうがない。中国の偉い人たちは互いに隠蔽し合ってたのでは。だから汚職は表に出ない。我々の国でも公務員を目指す人は多い。みんな安定した仕事に就きたいんだろうね。すごい倍率の高さだ。でも人口に対して公務員の数が少なすぎないか。現場に人は足りているのだろうか。中国だからこその話題だね。欲深い人が多いことがよくわかる。いかがでしたか。中国ではお金持ちで安定した職業として有名だった公務員も、現在は給料のカットや未払いに苦しむ職業へと変わってしまったようです。現在は撲滅されつつあるようですが、公務員イコール汚職のイメージも中国ではまだまだ強い職業である様子。実際頼元会長のやらかしのように、過去の公務員たちによる汚職などのやらかしが多少なりとも中国経済に響き、回り回って現在の公務員たちを苦しめているのかもしれませんね。当チャンネルの感想ですが、頼元会長のやらかしがやばすぎると思います。逆に、なんでここまでやらかしてもこれまでずっと表沙汰にならなかったのか、不思議でしょうがないです。よかったら皆さんの意見や感想も聞かせてください。それでは最後まで見ていただきありがとうございました。